皆さん、バンクシーゲームスへようこそ。今回はですね、こちらのタイトル、うつろう眉ですね、こちらのデモ版に挑戦していきたいと思います。こちらはですね、2023年12月7日ですね、発売が予定されている1980年代の日本を舞台とした一人称視点のホラーアクションゲームかなになっております。今回ですね、 Steam Next Fest でデモ版プレイ可能ということで、普段はねあまり挑戦しないジャンルなんですけども、早速遊んでいきたいと思います。始め。 1980X 年、親元を離れ都会で下宿生活を送る男子大学生陣馬湊。ある夜、湊は父英二から母方の祖母である深山絹が危篤だとの知らせを受け、母の生家がある山深い村一ノ瀬へと向かった。幼い頃会ったっきり10年以上疎遠だった祖母、実の娘である亡き母の葬儀にすら顔を出さなかった祖母に、湊は以前から嫌悪感を抱いていた。田舎道を進むバスに揺られながら、たった一度祖母と話した時のことを思い出す。お蚕様はね、たとえ繭を出られてももう口はないし飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまうの。人がそういう虫にしてしまったのよ。赤く染まる空と山の影が迫る夕暮れ、湊はこの地で窒息するような恐怖と隠された真実を知ることになる。さあ始まったね。来たね。母方の実家だね。既得の祖母絹さんに会いに来たということだよね。見舞いに来たというか。で、ここがバス停一ノ瀬。山深い村一ノ瀬ってなってたけど、何県なんだろうね。田舎だな。ここまで来れば絹さんの家はもうすぐだ。かなり地方な感じはするけどね。まあ、景色見る感じだと秋かな。紅葉がすごい綺麗。怖いな、人が人がいないのめちゃくちゃ怖いな。はい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 、こういうポストね。あ、グラフィックがすごい綺麗だっていうことでやってみようかなと思ったんですけど、確かに綺麗だわこれ。一ノ瀬の星マスちゃん、代表曲ネズミ返しを熱唱あー、駄菓子屋ですね。これ駄菓子屋でしょ、閉まってるけど。いや、あんこ玉食いてえな。あ、この UFO ゲームできそうだぞ。あ、できるね。10円玉をレバーで引いてゴールに入れるゲーム知ってるよ。少し遊んでいくか。10円玉残り5枚、50円だけ持ってんだ。で、10円入れてちょっと遊んでみます。レバー、あ、こういう感じね。危ない危ない、あんまり強く引いちゃうとアウト入っちゃうから。あ、ちょっと声がうるさいか。ちょっともう一回やろう。いきます。あー、ダメだこれ、難しい。こんなもん。うわー、これ、よし来た、よし来た。あれ、これ感覚となんか、あー危ない。よし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 、これ難しいな。ワープっていうのもあんな。うわー、これ難しいな。あー欲しい。あー、ダメだ。マジか、もう一回だけやるわ。よしよし、あー来た。よし、ワープしました。ワープというかショートカットしました。よし、これテンあー、ダメだ。もうやめよう、お金なくなっちゃう。難しい、やっぱり。実際もあんま成功したことないんじゃないかな、あのゲームやって。そんなにやったことないけど。へー、わあすごいな。ここ何なんだろう。あ、ちょっと待って。あ、ここにもある。一ノ瀬の星マスちゃん。カラーだ、今度。あ、10円玉ゲット。あ、遊ぶために必要なんだ。そのためだけの10円これ。インベントリーを開く。はいはいはい。メイン画面のインベントリータブでは、所持しているアイテムや、湊の現在の能力、体力とスタミナを回復する、生命ガンなど
一部のアイテムはインベントリーから使用できます。セイロガンのなんかパクリバージョンみたいな感じかな。生命ガンっていう商品が実際にあるの？マップは持ってない。ファイルもない。今10円玉3枚、キヌさんの家の鍵、古い鍵、祖母が持っていた古い鍵、もう祖母が持っていた鍵も持ってます。良好ですね。気分は良好。行こう。さてさて、どこ行けばいいんだろう。キヌさんの家わからんぞ。まっすぐ歩いていく。とりあえず走ることも、うわこれ酔うな。こっちじゃないんだ。こっちじゃないんだ。わかるでしょ君。俺わかんないから。あ、ダム絶対反対。これは、うわー、行方不明。カメラズーム。あー、ちょっと読めない。黒田寛らか。10月3日の夜、近所の商店に買い物に行くと、家を出てから行方がわからなくなった。黄色のカーディガン、ちょっと見えないな。チェックの柄のスカート。でこの人は5月12日自宅から山菜採りに出かけたまま行方不明。大島群蔵さん84歳。あーすごいね。一ノ瀬の星マスちゃんめっちゃ推してるじゃん。これなんだろう。一ノ瀬集落を含む当地区はダム建設予定地です。あーそういうことか。ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。そっかそっか、みんなもうあれか、出てっちゃってるのか。え、でもここにキヌさんはまだいるんだ。そういうことだよね。だからお店も全部閉まってる。ちょっと待って、これ首振りなくしたいな。ちょっとね、今設定画面の方からカメラの揺れなくしました。ちょっと酔いそうだったので、この方がいいわ。すいません。缶から、あ、ここにも、あ、至る所に10円落ちてるね。こんなに落ちてるもの。キヌさんち、あ、なんかあの辺っぽいな。あ、ここにも10円めちゃくちゃ落ちてる。カラスいるわ。うわー不気味だな。お墓もあってすげー不気味だな。あ、鳥居があるね。あの上が神社になってんのかな。キヌさんちここかな。一度しか来たことないんだよね確かね。そうだ、うん、三山。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。いつ頃来たんだろうね。あれから10年以上経った。10年以上か。今大学生だよねこの子ね。さ、早速危篤状態のキヌさんを見舞いますか。ここに、あ、三山キヌさんへ。役場の若造どもがわしのところにやってきて、村長であるわしにあんたを説得してほしいと言ってきた。ダム建設の立ち退き要請にキヌさんが延々ごねていると。先祖代々守り続けてきた土地を追われるのは皆つらい。つらいが仕方のないことだ。わしも村の衆も涙を飲んで判をついた。解雇で成した美山家の財があればどこへ移っても金に困ることはないだろう。そろそろ潮時だと思わんか。なるほど、キヌさんはずっと拒んでんだ。ここだけの話、大きな金が動く案件は良くない噂を耳にする。手荒なことをされぬうちに腹を決めることだ村長。なるほどね。かたくなに、あ、じゃあファイルを開く。あー村長の手紙、ファイル入りましたね。はいはいはい、 OKOK。父さんから鍵を預かってきたはず。うん。
特定のギミックを調べると所持アイテムのリストが表示される。表示されたアイテムリストからキーアイテムを選択することで扉の鍵を開けるなどギミックに対応したアクションが実行できる。なるほどね。使うとキーは失われる。 OK。 どっちだろう。こっちだね。玄関の鍵使おう。よし、お邪魔します。いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。うわー、ちょっともう不気味。あ、また10円。ここにも10円。なんだここの迷路みたいな家は。とりあえずいろいろと見ていくか。ここがお台所ですね。あ、10円玉めっちゃある。4枚。これ泥棒だよな。道に落ちてるお金はいいってわけじゃないけど。あ、これ裏口。道に落ちてるお金はいいってわけじゃないけど、人んちのも。うわっと、ちょっと待った。何これ、鶏の死骸が入ってるよ。これってさ、嫌がらせでやられたっぽいね。違うのかな。祖母の一日の予定表。起床、朝食、鳥の世話、朝食の支度、朝食、洗濯、昼食、庭の手入れ、死んだ鳥の焼却、夕食の支度。死んだ鳥の焼却が16時からもう毎日入ってんのか。でも23時って結構。あ、風呂場でなくした鏡台の鍵を探すこと。あー、なるほど。鏡台の鍵、俺が持ってる鍵がそうか。風呂場でなくしたって。風呂場どこだっけ。あったね。ないか、まだ。まあいいや、ちょっと行ってみましょう。よいしょ。ここでならゆっくり休めそうだ。あ、休む？いや、まだ起きている。ちょっとまだ早いでしょ。わあ、ブラウン管の懐かしいテレビ、チャンネルカチャカチャってやるやつ。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、気温の方は例年よりも4時か。お外では肌寒さを感じることでしょう。では天気図をご覧いただきましょう。まあいいや。あ、これチャンネル変わるのか。チャンネル変わるね。消せないのこれ。消えた。広い家だな。キヌさんどこにいるよ。これ庭か。ちょっと待って、開かない。あ、でもアイテムが表示されないからここは開けられないんだ。おお、これ隠れる風になった。ここに何かあったら隠れんのかな。お、港へ。はがきありがとう。港が自分ではがきを書いたんだね。大変よく書けていて大したもんだと驚いたよ。そうか、お母さんは昆虫採集セットを買ってくれないのだね。じいちゃんも若い頃はたくさんの蝶を集めていたんだけれども、ある人に港と同じことを言われてね。それから蝶を捕まえたり集めたりすることをやめたのだよ。命を奪って綺麗な姿をとどめるよりも生きている姿を眺めることにしようと決めたんだ。昆虫採集セットは買ってやれないが、夏になったら蝶やトンボがたくさんいるところへ港を連れてってやろう。おばあちゃんは家の仕事を忙しくしていて会えないのだよ。だからおばあちゃんの分までじいちゃんとうんと遊ぼうじゃないか。港と別れるときはじいちゃんも毎度寂しく思っているよ。別れの際に港の頭を目いっぱい撫でてやるのも、次に会うときまで港が元気でいるようにとおまじないをかけているんだ。寂しかろうがじいちゃんはおばあちゃんを手伝ってやらなきゃいけない。ダダをこねず聞き分けの良い子でいておくれ。夏に会いに行くよ。約束だ、じいちゃんより。じいちゃんすげえ、いいじいちゃん。そう、ちゃんと俺に返事を
書いてくれていたんだ。ああ、届いてなかったんだ。この返事を出す前にじいちゃんは。なるほど、亡くなっちゃったんだね。これなんだ、あ、電気か。なんかもう迷路みたいでどこがどこだか全くわからんな。お手洗い。あー、こんな感じか。お風呂場はどこにあんだろう。めっちゃくちゃ広くない？お家。ここお風呂場？あ、鍵かかってんだ。ダイヤル、ダイヤル錠。確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。あ、そうなんだ。あれ、大丈夫か。ちょっと夕日が。あれ、キヌさんどこにいんの。うお、何これ。薄気味悪い札だな。光ったじゃん。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て気分が悪くなると嫌がっていた。それこそ異常なくらいに。なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。お、来たな。壁に貼られている赤いお札、セーブポイントなんだ。あー、なるほど。じゃあちょっとセーブしときましょうか。よし。そうなんだ。なんかいいもんではなさそうだけど、あ、また10円。必要なものだね、これは。閉めとこう。これさっき来たな。あれ？お風呂場。お風呂場どこ？解雇棚か。解雇棚なんだ。解雇はな、ちょっとよくわからんな。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで解雇を飼っていて、子供の俺に解雇の話をした。あー、冒頭にあったやつだね。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。あ、また10円。これゲームやるためだけのお金だよね。こっち来ただろう。あ、ここは玄関か。じゃあこっちか。うわー、神棚あるわ。怖っ。開けとこ。仏壇、せっかくだから線香をあげようか。あげておく？佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しいいいじいちゃんだった。絹さんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。なんでなんだろうね。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで母さんも、あんな非情な人が俺の祖母だなんて。なんか祖母やばいね、キヌさん。ん？なんもないよね。キヌさんどこにいんので。
お、幼い港のハガキ。あー、大好きな佐一じいちゃんへ。なるほど。お元気ですか？僕はこの春小学生になりました。毎日学校へ行って国語や算数を勉強しています。僕はじいちゃんにお願いがあります。僕に昆虫採集セットを買ってください。母さんは蝶々もトンボもおもちゃじゃないから捕まえて殺してはかわいそうだと言って買ってくれません。僕の友達はみんな持っていて僕だけ仲間外れです。次はいつ僕のお家に遊びに来ますか？僕はおばあちゃんに会ったことがないのでおばあちゃんも一緒に来てほしいです。じいちゃんが帰ると僕はいつも悲しくなります。毎日お母さんにじいちゃんがいつ来るのか聞いています。お母さんはじいちゃんは遠くに住んでいるからたくさんは遊びに来れないと言いました。早くじいちゃんに会いたいです。お返事待ってます。港より。なるほど。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。この手紙の返事がさっきの手紙ってことか。あ、また終焉。あ、ここも隠れられるんだ。なるほど。これ必要になってくるってことね、こういうことが。あれ？これは？電話で痛み止めの生命丸を注文すること。これが生命丸か。来た、生命丸来ました。祖母が常用していた痛み止めの薬。体力とスタミナが完全回復。 Q でアイテム使用。あ、今は使えないんだ。なんもないよな。こっちか。あれ、どこ行けばいいのこれ。あ、上になんかある。深山家の家紋だ。へえ。なんもないな。こっちなんなんだ。あー、裏側か。家の裏側に出ましたね。あ、ここになんかあんな。この井戸に落ちて佐一じいちゃん、ここに落ちて死んだんだ。不注意で落ちた事故だったらしい。なんか怪しいな。アニワトリがいる。ああ、死んじゃってるわ。うわうわうわ、ここにもあんだ。え、なんでこんな死んでんの。ちょっと一回だけやるか。なんでこんなとこに台があるんだろう。よし、来た。よし。あー、もう一回。よし。よし、来た。初めてここまで来た。あー、ダメだ。まあいいでしょう。どこに行けばいいんだろう。ちょっとここで休むか。夜まで少し休む。あ、おじいちゃん。誰？
母さん。母さん、行くな。夜になっちゃったね。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。明かりどこだっけ。これか。うわー、全然明るくないよ。やべえなこれ。ちょっといろいろとつけな。あれ、動かない。玄関の方だ。落とした。父さん、あれ、明かりつける。明かり。外か。あ、何これ。うわー、なんだよこれ。これだ。もしもし、湊、私だ。父さん？なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。出た出た。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。あ、キヌばあちゃん病院にいるのか。危篤状態で。そうだよな。警察の、キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。湊、一人で大丈夫か。いや、ダメでしょこれは。当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか。湊、気をつけなさい。いやいや、とりあえず警察よこせよ。ここに、この場所に。やばいじゃん。喉が渇いた。嫌がらせか、あのダムの。水でも飲もう。ダムをさ、立ち退かないから、ダムのあれで。ちょっと待って、明かりつけよ、とりあえず。もうすべてのここないのか。消えちゃった。台所明かり、あったあったあった。よし、ここ取り入ってたからな。お水。おお。今のは。やば。いやー、やばいな。ちょっと鳥肌立ってきたな。あ、ニワトリ。どこだ。
ないんだっけこれ。うわ、なんかいる。何？あ、とりあえずデモ版ここで終了ですね。まあ、裏庭に出たら、この今映っている人がいたという、なんだこれは。幽霊じゃないでしょ、これもうすでに。妖怪みたいなやつがいたよ。まあ、これはね、もう2023年12月7日に発売予定の製品版で、この後は楽しめるということで。いや、久々にホラーゲームやったけど、ちょっと怖かったですね、やっぱね。まあでもね、結構短い時間ですけども、楽しめました。まあ、今回ね、この辺で終了したいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。